始まりました M1 ジャパンウェルター級3分ラン3ラウンド延長なしです。白いパンツがノブブレイブリー、対して赤のパンツ、青のグローブがスワレックルーキカムイ、超攻撃型ムエタイのスワレック。昨日の軽量でもかなり体に仕上がりを見せていました。ミドルキックの応酬、この攻防レイトブレイブリー選手どう見ますか？そうですね、やっぱミドルキックスワレック選手、僕自身も戦ったんですけど、本当ミドルキックのタイミングが良くて、そしてなおかつ重いんで、そのミドルキックを少しでもやっぱノブ選手が下がっちゃうと、やっぱ結構ミドルキックの流れに飲まれちゃうんで、やっぱ下がらないでどんどんパンチの勢いでいってほしいなというのはありますね。ノブ選手はこの引退試合に向けて、宮田さん、はい、ジャブが特にポイントになる、パンチで倒しきりたい、そのために構えも少し今日の試合に合わせて変えたんですと話していました。まあ、じゃあちょっとジャブ注目してみていきたいですね、左手。ここまでは蹴り合いでの攻防、1分間が経過、残り2分、第1ラウンドです。ローキックがかなり鋭いスワレックルーキカムイです。お互いにオーソドックススタイルのスワレック対ノブ。2018年に甲状腺がんかかりました。しかしその後に、チャンピオンベルトも巻くことがありました。ブレイブリージムの中でも特にメンタリティがとてつもなく高く、自分にストイックなこのノブ・ブレイブリー。ここまで大きなダメージはここまで1分40秒の中ではお互いありません。さまざまなチャンピオンの経験を持つこの両者です。宮田さん、パンチが軸になるかなというノブの話でしたが、ここまでキックが中心ですね。そうですね、まだまあ1ラウンドなんで、スワレックの攻めもやっぱり蹴りが多いですよね。ローキック、コンビネーションを見せるノブ。ボディから右フック、おしっかりガードしています。スワレックのローキック、かなり近い距離での攻防です。背中が見えているのがスワレック、右側がノブです。ボディを2発入れるスワレック、誰よりも毎日練習をしてきたノブ・ブレイブリー、どんなことがあっても朝のランニングは欠かさず行ってきました。このスタミナも自慢というノブ・ブレイブリーに対してスワレックがよくボディを決めています。残り10秒、第1ラウンド10秒。第1ラウンドが終了しました。3分が終了しました。宮田さん、まずいかがでしたか？そうですね、ノブ選手はもう練習しているだけあって、全く去年の試合と変わりないですね。あとスワレックもある意味すごく真面目な男で、1ラウンド3分見た限りノブ選手に、ね、鼻持たせてあげようとか、なんか手加減しようとかっていうのは一切感じられない、普通に緊張感のあるいい1ラウンドだったと思います。スワレックは引退試合の相手として選んでくれて嬉しい、ありがとうという気持ちを胸に精一杯戦うとレイト選手話しています。そうですね、本当引退試合でやっぱこうなんていうんですかね、本当こうなかなかもう引退だからって言って本当の試合をする人ってなかなかいないと思うんですけど、その中でもやっぱスワレック選手はだからといって手加減しないぞと、全然俺はもう負けないぞっていうのがやっぱ伝わってくるんで、本当手に汗握っちゃいますね。4つのチャンピオンにも輝いたノブ・ブレイブリー、減量時に出くわすのは薬の影響による脱水症状、そして手足のしびれです。誰よりも練習熱心、誰よりも選手のお手本となるような生活を送ってきたノブ・ブレイブリー、病気を抱えながらも見てほしい姿はブレイブリーまさしく勇敢に戦う姿、これを観客に届けたいと言っていたブレイブリージムのスーパーエース、およそ20年のプレ生活の集大成を見せています。お互いに手数をよく打ち合う、左のフックが入ったスワレック、スワレック選手やっぱよくミドル蹴りますね。やっぱこのミドルをどうにかやっぱもっと近い距離でやり合ってほしいなと思いますね。縦肘を仕掛けるノブ、しかしスワレック変わらず前に出てきます。ノブの左の脇腹あたりが赤くなってきました。スワレックの右のミドルがかなり効いています。
引退試合エキシビジョンマッチではなく真っ向勝負、ベルター級で戦う両者、ローキックで相手を転ばせました。残り1分50秒、第2ラウンド、グッと前に出てきて飛び膝蹴り、一方のロープを背負わせるノブ。やっぱノブ選手がやっぱサレク選手がロープ際になるとやっぱパンチが光るんで、常にその距離で戦えるとやっぱサレク選手はもうとても嫌だと思いますね。二人三脚で戦ってきたバン代表とノブブレイブリー、やはりノブの魅力はパンチなんですとジムの会長バンさんも話していました。このパンチをどのように相手に効かせるか、キャッチしてからスワレクが仕掛けます。宮田さん、このスワレクの動きも今日かなり切れていますね。いや、練習してきたんじゃないですかね。多分スワレクはそういうやつですね。引退試合だからこそ敬意を持ってしっかりと戦い抜く、そんなことを思いながら戦っているでしょう。このスワレック・ルークサムイ、黄色のパンツがノブ・ブレイブリーです。肘を入れる。でも実際去年 の12月の王座決定戦も本当紙一重の勝負だったんですよね。5ラウンド必死に戦って、やっぱり、その続きが今見られているのかなと。去年の試合はノブ・ブレイブリーが後半追い上げましたが、ポイント逃げ切り勝ちという形でスワレックが勝利しました。コンビネーションを入れるノブ、肘を振り抜くスワレックです。パンチの攻防が見えてきた両者、キャッチしてからハイキック、試合が動きますね。ここからスタミナにも影響を及ぼしてくる第2ラウンドの終盤戦です。前押しを引っ掛けるようなアウトローキック、スワレックルーク掴む、肘を狙う。しかしノブもこの辺りはしっかりと見えています。冷静に対処。ここで第2ラウンド終了です。最後、宮田さん、第2ラウンドはパンチがお互いに多くなりましたね。そうですね、お互いやっぱり押し切ろう、ペース込もうとしてますけど、まだどっちにもって感じですね。ブレイブリージムのスーパーエースがこのノブ・ブレイブリーです。2009年にブレイブリージムを立ち上げたのがバン代表、当時の所属プロ選手はノブ選手ともう一人だけ、わずか2人でした。同級生のバン会長、そしてノブ選手の絆はブレイブリージムの歴史でもあります。誰も成し遂げたことをないことをやろう、これはバン代表とノブ選手が掲げた約束でした。4本のベルトを取り、地方大分県別府市から世界チャンピオンになる姿はまさしく誰も成し遂げたことのない姿。ガンを患いながら強い気持ちで駆け抜けてきた2人の思いがこのプレーとなって正方形のリングに描かれます。延長なし、最後の3分間です。はい、最後です。頑張って、ね、お願いしますよ。会場から拍手が送られます。ボクシングデビューは21歳、およそ20年の格闘技生活、残り180秒となりました。スワレックが前足で距離をコントロール、グッと前に出るスワレック、いいボディが決めたスワレックです。一方のノムも前足をボディを狙います。攻撃されても前に出る、コンビネーション、肘を狙う、バチバチにやり合う引退試合、これがノブ・ブレイブリー、これが勇敢に戦う姿です。左のミドル、スワレックがコンビネーションを見せながらミドルキックをうまく決めています。このキックに合わせると攻撃するか、コンビネーションを入れる。残り時間は1分50秒、ノブ・ブレイブリー格闘技生活最後の100秒を迎えます。対戦相手はノックアウトでも活躍しています、チャンピオンの経験も数多くある超攻撃型ムエタイ、 KO ファイターのスワレック・ルーク・カムイ。相手に申し分ありません。強敵を前にノブ、
っかりと前に前に出続ける。コンビネーションを見せる。ジャブが顔を捉えて、宮田さん、すごいですね。ノブ、そしてスワレック、この集中力、そして激しさ、いかがでしょう。ほとんどクリンチもないですもんね。首相撲にどっちも行かないし、真っ向勝負ですね。ずっとあと1分、最後の60秒となりました。レイト選手、先輩ノブ選手の姿どうでしょう。いやー、本当こう、まあ、僕がしてほしいというか、もう僕が見たかった本当ノブブレイブリーの姿だなというのはありますね。結構なんていうんですかね、見入っちゃいますね。悔しい経験も辛い経験も数多くありました。誰よりも練習に向き合い、誰よりも勝利を目指して自分をいじめ抜いてきたノブブレイブリー。最後の30秒、ここで見せる姿は戦い抜く姿、前に出続け、ひるまずに戦い抜く姿。残り15秒、ノブブレイブリーのこれがユース。地方からベルトを取ることができる、誰も成し遂げたことのないことをやろうと目指してきたノブブレイブリー、見事な攻撃。ここで終了。お互いに抱き合います。ノブブレイブリー選手に会場からは大きな拍手。そしてノブ選手が向かったのはバンダイ表の元の姿。宮田さん、引退試合です。いやー、なんかどんな試合になるのかなと思ったんですけど、普通に激しい試合でしたね。激しい試合でした。試合で活躍し、ノブ選手はメディアなどで取り上げられることが増えてきた。がんの治療のために訪れる病院や薬局で頑張ってくださいと声をかけられることもあったそうです。自分がやってきたこと、周りが盛り上げてきてくれたことがとても嬉しかったと話していました。判定です。ジャッジの集計結果をお願いします。ジャッジオークラ30対28、青コーナー、スワレック。ジャッジ北田30対27、青コーナースワレック。ジャッジ宮崎29対28、青コーナー。以上、スワレックルーク神の判定勝ち。ノブブレイブリー、見事な勇姿でした。ジムの先輩で様々なところで率いてきてくれたノブブレイブリーの最後の姿、レイト選手いかがでしたか。いや、本当ちょっと涙がうるっとしましたね。なんか本当なんていうんですかね、こうもう寂しいなっていうか、本当今日の試合を見、スワレック選手とノブブレイブリー選手の試合見ましたけど、いや、まだこう現役でバリバリできるじゃないかっていう気持ちになって、やっぱまだ引退してほしくないなっていう気持ちがやっぱすごく強まりましたね、この一戦。先輩後輩の関係で厳しいことも褒められることも、そして一緒に練習してきたこともレイト選手あったかと思います。そうですね、本当にもう僕がちょっとでもやっぱ練習をサボっちゃうと、お前プロだろうって怒ってくれるのもノブ選手だったし、やっぱ本当全てプロはこういうもんだぞというのを、本当プロのイロハを全て教えてくれたのがもうまさにノブ選手だったんで、本当にそれを今後僕がやっぱこのどんどんブレイブリージムから出てくる後輩たちにやっぱ意思を継ぐじゃないですけど、そういう意味では僕がこうどんどん今いるプロ選手たちとみんなで一緒にやっぱどんどん盛り上げていきたいなというのがあります。そして宮田さん、このノブブレイブリー選手とバン会長との絆、セコンドの場面でも話を聞く場面もありました、いかがでしたか。そうですね、そういう関係だったんですね。さすがにね、あ、リング上がるのかな、これからセレモニーですよね。はい、なんか僕も本当なんかこういう引退試合は初めてですね。こういうなんか3分3ラウンド公式試合でやるっていうのは多少ね、やっぱりちょっとエキシビション的な要素出ることあったんですけど、本当にいい試合でした。はい、レイト選手、少し目に込み上げるものがやはりあって、
こういうふうに率いてくれたエースがいなくなる、はい、先輩としてもジム全体としても大きな影響があるかと思います。そうですね、多分今後のブレイブリージムに大きく変わっていく存在だったんで、本当その選手が一人いないだけでやっぱ全然プロ選手の僕たちのモチベーションだったりやっぱそういう面も影響してくるんですけど、まあそれをやっぱ言い訳にしてたらやっぱ本当こんだけ全てを使ってくださったやっぱノブ選手に申し訳ないなっていうか、それじゃあお前ダメだろって絶対言われると思うんで、やっぱそこはもう僕がやっぱエースだぞというのをどんどん見せていくべきだなと思ってますね。みなに練習の姿勢が尊敬され、そして誰よりも真摯にストイックに練習に励んできたノブブレイブリー、引退式が行われます。普段は多くは語りません。しかし試合に向けて取り組む姿勢、多くの後輩の生き字引となって後輩たちに受け継がれていっています。今ブレイブリージムには多くのチャンピオンがいます。しかしその文化を作り上げたのは、その強さを作り上げたのはこのノブ・ブレイブリー選手。このノブ・ブレイブリー選手の最後の引退試合が行われました。宮田さん、この表情を見ていかがですか。まあ、やりきったいい顔してるんじゃないですかね。ノブ・ブレイブリー選手、本日この会場にいらっしゃる皆さん、そして配信映像をさせてご覧になっている皆様に、まず一人ご挨拶いただけますか。今日はお忙しいな、このように応援に来てくれてありがとうございます。無理で13年ぐらいやってきたんですけど、まあ、今日の試合、まあ、自分で振り返って去年サルクセスしてた時に、まあ、内容的にはちょっとうまく逃げられて攻めたのは僕だったかなと思ったんですけど、まあ、今見てもらったように分かるように、まあ、情けない試合するぐらいになってます。本当はもっとかっこよく終わりたかったんですけど、まあ、なかなかうまくいかないもんで、今日はうまくすみませんでした。まあ、最初は、こうやって地方のジムで、ほぼ一人で先輩としてなってくるんですけど、最初はやっぱ応援に来てくれるのが一人二人のみんな増えていて、今日は最後に200名近く応援に来てくれて僕は幸せだと思います。本当にやってきてよかったと思います。まだまだ人生長くて、これからまだまだ勝負することは多いと思いますが、ここでリングで経験した、強い気持ちを持っていろんな困難に立ち向かって勝っていくと思います。今まで本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、ノブ・ブレイブリー選手に本日は花束を渡したいというたくさんお見えになっていますので、ここで花束を贈呈したいと思います。では花束を渡されたいという方は、リングの前までお越しください。宮田さん、ノブ・ブレイブリーのコメントでした。はい、まあ、はい、ね、本人の中でも、はい、まだやれる、そして少しやはり勝敗に対してストイックにこだわってという部分が見えた、 そんなコメントでした。あの試合見てもと分かる通り、今日は勝つために練習積んで勝つためにリング上がってきたんだな。一言、やっぱり顔もね、花束を贈呈してもらいたいと思います。そうですね、顔も目もやっぱりあの現役のままですよね。大体まあリタイアした選手って、まあ、顔が優しくなったりね、特に目が優しくなるんですけど、まあ悔しくてももうこれで最後ってね、ピリオド打つっても決めてるので、
あともうこれからのね、お疲れ様の人生ですよね。皆さん13年間頑張ったノブに熱い拍手をお願いします。引退しても練習はやめない、またタイに行ったりして楽しみながらムエタイをやりたいと、やはり格闘技を愛している姿がノブブレイブリーですね、うん、そうなんですね。練習は続けていって、まあ、確かにそういうあの別にね、あのリングで試合しちゃいけないというか、まあ、海外で、ね、長い間お疲れ様でした。ムエタイでやってきたんで、うん、タイでやってみるのもいいんじゃないですかね。あのジムの中で立場を決めて教えるというのは自分の性分には合わないけども、うん、後輩のスパーリング相手などをやっていきたいともノブ選手は話しています。まあ、確かにそうですね、まあ、選手会長というか精神的なね、さっきのレイト君の言葉にもあったように精神的なね、柱のね、ノブ選手がここでリタイアするっていうことで、逆にね、若い選手たちがこれからブレイブリージムね、子供をどうやって引っ張っていくかっていうのはまたテーマですよね。お疲れ様でした。本当にかっこよかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。様々な性格の選手がいますが、あまり多くを喋らない、うん、そんな選手の中でこれほど後輩が受けてという、これほど後輩がいろんな影響を受けてという選手、いろいろ言いたいんですけど、ストイックだったっていうのがよくわかりますね。そうですね。お疲れ様です。ノブブレイブリー40歳4つのチャンピオンを獲得してきました。またこれから第二の人生いろいろあると思いますが楽しんでください。本日は本当にお疲れ様でした。2018年に甲状腺がんを患いました。命の危機はないものの減量がかなり難しく、プロ選手として難しい局面にすんげーかっこよかったです。本当に夢と感動ありがとうございました。これからもずっと応援してます。このように試合を続けてきたノブブレイブリー、ベップシニにとっての誇りです。本当に勇気と元気をいただきました。これからもどんなことがあっても応援します。ありがとうございました。たくさんの方から花束を頂戴しました。ありがとうございました。戦い切った引退式ノブブレイブリーです。スクリーンにご注目いただいてもよろしいでしょうか。ここでビデオメッセージが届いております。こんにちは、ノブブレイブリー選手、選手生活お疲れ様でした。お久しぶりです、深志です。引退したら、今度僕が大分に行った時はぜひ美味しいお店に、連れてってください。楽しみにしてます。メッセージいただきました。そしてもう一方、那須川信です。ノブ選手、現役生活お疲れ様でした。福岡に行った時ですね、一緒に練習したことを今でも覚えてます。これからは第二の人生を楽しんでください。ありがとうございました。那須川選手からメッセージいただきました。それでは皆様、ついにこの時間がやってまいりました。ノブレイビー選手、最後の転換をしたいと思います。ノブレイビー選手、本当に長い間現役生活お疲れ様でした。
さん、テンカウントが鳴りました。いやなかなか感動的なセレモニーだったと思います。試合も含めて。最後までノブブレイブリー選手らしい。そうですね。何を見せるのかなとも思ったんですけど、まあ、ずっとやっぱりね、こらえてるのかわからないですけども。やっぱりああやって花束渡す方々の、ね、メッセージもファンの人だったり、まあ、マークさんだったり市長さんだったりそれぞれの、ね、やっぱり言葉も思いがこもっていて非常にいいセレモニーだったと思います。またこのノブ選手が現役を引退してからどのように後進を育てるか、そうですね、またご自身もどのような生活を進んでいくのか非常に楽しみな部分も大きいですね。確かにそうですね。見事な引退試合、感動の引退式をお届けしました。